空軍大戦略は、1969年に公開された、西ドイツ、イギリス、アメリカの戦争映画、歴史映画、第二次世界大戦前期、1940年7月から10月にかけて行われた、英本土上空の制空権をめぐる、英独の戦い、バトル・オブ・ブリテンを描く、戦いの中の様々なエピソードを綴っていく、軍像劇になっており、 特定の主人公や明確なストーリーは存在しない。本作には多数の実物の飛行機がほぼ当時の姿で登場する。しかもイギリス側の戦闘機スピットファイアやハリケーンだけでなく敵国ドイツの戦闘機や爆撃機もライセンス生産された機ではあるが実物で登場する。クライマックスの大空戦シーンでは一切の効果音が消され音楽に乗って スピットファイアやメッサー・シュミットがスクリーンを舞う。なお、イギリスでの公開日は、最後の大空戦が行われた日と同じ9月15日で、ある。1940年5月、ドイツ軍は、電撃戦を行い、スラン・陥落の方と同時に、A 海外派遣軍の基地も空襲を受ける。コリン・ハーベイ少佐やスキッパー少佐は直ちに離陸して、難を逃れる。A 派遣軍は、ダンケルクから、 英本土へ撤退した。ドイツは、多数の爆撃機を展開させ、英本土ブリテン島への攻撃も視野に入れていた。BBC のラジオニュースは、バトルオブフランスの終結、そして、バトルオブブリテンが目前に迫っていることを伝える。英空軍参謀総長、ダウィング大将は、フランスから撤退し本土防衛に重点を置くよう、バルフォア事務次官に進言する。一方、ヘルマン・ゲーリング国家元帥は、 ケッセルリンク航空兵大将を率いるドイツ空軍基地を視察し、準備万端の様子に満足する。しかし、ヒトラー総統は英国への侵攻に反対していた。そこで中スイス英国大使館を総統の命を受けたリヒター男爵が訪問し、デビッド・ケリー大使に大陸からの撤退と引き換えに英国の存続を認めると伝える。しかし、大使は同喝に屈しなかった。 英空軍の基地に若いパイロットのサイモンが赴任する。彼の未熟な技量をパイロットたちは馬鹿にするが、スキッパーはドイツの侵攻に備えて彼に空中戦の訓練をつける。同じ頃、ミルフィ大将がフランス側から海峡を視察し、英国のレーダーを見るも重要視しなかった。ファルケ少佐やフェーン少佐らドイツ空軍のパイロットたちも出撃を心待ちにしていた。 ダウディング大将らは、ヒトラーがパリに長居していることを転有と感じ、迎撃準備を万端に整えようとしていた。しかし、英空軍の650機に対し独空軍は2500機の保有数であり、英国の劣勢に変わりはなかった。ハーベー少佐は、休暇で、婦人補助空軍に所属する妻、マギーに再会するが、妻の転属をめぐって、口論になる。 第11飛行軍司令パーク少将が基地を訪れる。キャンフィールド少佐は、軽機試験飛行のチャーリー・ランバード少尉が未帰還であることを認め、パークは失席する。彼らには、敵襲から2分以内の出撃が要求されていた。一方のドイツ空軍では、パイロットたちが、シュピットファイア攻略法を話し合っている。そこに、緊急の出頭命令が下り、途上、大量のボートを見たファルケと、 フェーンも状況を察する。8月13日、いよいよ高野飛作戦が行われ、バトルオブ・ブリテンの先端が開かれた。独空軍の主帝化爆撃機編隊の襲来を最前線の監視所からの情報を上級司令部で集約する。次々と地上レーダーに爆撃を受け、上空でも激しい空戦が繰り広げられる。民間人による監視所からの目視情報を頼りに、 ハインケル爆撃機の大変態に対し11、飛行軍も出撃する。独空軍は、英空軍の基地を集中的に狙う。ダックスフォード空軍基地も空襲を受け、マギーは仲間たちの死にショックを受ける。そんな中、午前9時、ドイツ襲来を伝える BBC ニュースのラジオ放送では、英軍の損害は警備と発表された。ドイツ側は、大戦火に気を緩めず、ブリテン島の中部と、 南部から攻撃を開始する。有速のスピットファイアはドイツ爆撃機を次々と撃破し、進行を耐え抜く。しかし、人的、物的損耗は埋めがたく、苦しい戦いであることに変わりはなかった。ついにメッサーシュミットが襲来し、キャンフィールドも戦死した。さらに、航空基地、補給基地がことごとく破壊される。第11飛行軍司令であるパーク少将と、 第12飛行軍司令リー・マロリー少将は、抗論するが、ダウディング大将がいさめる。ハーベイ夫妻は、数ヶ月ぶりに、ロンドンのホテルで会う。マギーは、コリンのために、転属願いを出す決心をする。しかし、その時、ドイツは、ロンドンに空襲を行った、夜間爆撃を行った、ドイツの爆撃機が誤って、ロンドン市街地に爆弾を投下してしまったのだ。二人の爆撃機搭乗員は、 ベルリンへ呼び出され、10日完成のない、花やいだ街に驚くのもつかの間、報復として、イギリスによる空襲を受けてしまう。直後、ヒトラーは、激しい報復を聴収に呼びかける。メンツを潰された、ゲーリング元帥はカレーを訪れ、キスリング大将やオステルカンプ少将以下、ドイツ軍を激励し、大変態の勇士に、自信たっぷりの笑みを浮かべる。空襲目標は、 軍事施設から市街地への無差別爆撃へと変わった。ロンドン空襲は市民にとっては耐え難い事態であった。ロンドンの避難所でアンディは疎開させたはずの祭司と再会する。しかし彼が救援活動に加わった間に避難所が爆撃されてしまう。スキッパーは祭司が起きぬうちに失意のアンディを伴って家を出る。ドイツがロンドン空襲に熱中する間に英空軍は 基地の復旧を急ぐだけでなく、訓練中のポーランド、カナダ、チェコ中隊に実戦参加を許可し、なんとか劣勢を立て直す。そして、ドイツ戦闘機が、ロンドン上空20分しか止まれない弱点を見抜き、正気を見出す。ロンドン空襲は、イギリス空軍にとっては力を盛り返すきっかけでも、あった。ゲーリングは苦戦する状況に激行する。必要なものを尋ねると、 シュピットファイアの一個中隊が欲しいと帰ってくる。英国側も破壊された基地機能を復旧し、決戦に備える。マギーは転属願いを出しておらず、それを知ったコリンは結婚の破綻を確信する。その直後、コリンは戦闘で大怪我を負う。サイモンは補充兵を率いる分隊長になり、今度は彼が新兵に訓練をつける。 9月15日、健康一滴の大空襲を仕掛けたドイツ空軍に、対し、英国には、もはや在地畑は一気もなく、文字通り総力を上げて迎撃する。そして21時の BBC ラジオニュース、ドイツ撃破の方に、地下鉄に避難した市民は歓呼する。空軍事務次官は、ダウディング大将に戦果を確認すると、大将は、我々の数字が正しければ、ドイツは、進行を諦め、 間違っていれば、再度爆撃しに来るだろうと返答する。翌朝、パイロットの待機室にベルが鳴り、緊張が走るも、ただのお茶の知らせだった。司令部指揮所も、静かだった。同じ頃、イギリス上空の制空権を奪えなかったドイツは、集結していたドイツ軍上陸部隊も撤収を開始し、ゲーリングは捨てゼリフを吐いて、カレーから去っていった。ここに、ドイツの英本土上陸の危機は去り、 ダウディングはテラスに出る。英国の青空は輝き、チャーチルの言葉と、この戦いにおける英国と、ドイツ双方の参加者数及び戦死者数が示される。実在人物については、リンク先を参照。2009年3月27日にも、NHKBS 範囲で放送されている。日本語字幕付きだが、音声は、それぞれの言語となっている。戦闘機。 編集撮影に使われた破千 112M1 リットル映画で使用された BF109 及び HE111 は戦後にスペインでそれぞれイスパの破千112及びカーサ2.111の名で作られたライセンス生産品であるエンジンはオリジナルではなく共に敵機スピットファイアやハリケーンと同型のロールスロイスマーリンが使われている破千112は メンフィスベルやタスキーニエアメンでも使われている。さすが2087ゥーカまでは実機を用意できなかったのでパーシバルやクラフトの練習機プロクターを改造したが使用されず精密なラジコン機が使われた。戦闘機、編集爆撃機、編集、キネマジュンポベスト1085回前九百9 2 4から2011261ページ。 スクリーン12月号232ページ、前後編に分けての放送。ダンケルク・マイケル・ケインが、カメオ出演、空軍大戦略との意外なつながりも。映画ナトリー。2019年9月20日閲覧。ウィティ、スティーブン、クリス・ノーラン・オン・ダンケルク。アンドリー・ビング・ザ・ダークナイト・ビハインド。nj.com。2017年7月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2017年7月16日閲覧、ノーラン、クリストファー、ランケルク、フェイバーフェイバー、メインエディション、ISBN 978から0571336258、ありがとうございます。